お借りして、マイクを使ってほんの少しだけお話しさせていただこうと思います。拙い演説ではございますけれども、よろしければ、足を止めていただけると嬉しく思います。また、この、演説の動画は後ほど YouTube でも上げさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。日本第一と国分寺在住党員の大木と申します。文字は入れなくていいんですか？あ、もういつもそのままこのままでいいの？そのまま。おはようございます、いってらっしゃいませ。小医学貿易周辺ご通行中の皆様、おはようございます。私、昨年生まれた生徒、日本第一党、おはようございます。国分寺在住の党員、大木と申します。ツイッターもやっております。名前はひらがなで大木新一でやっておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。おはようございます、いってらっしゃいませ。さて、今日はですね、お話しさせていただきたいのは、外国人、国費留学生問題の話をほんの少しだけ、させていただこうと思います。意外とこの制度ご存じない方が多いようなので、簡単におさらいで、今ですね、留学生の問題、非常に日本国内には、強くございます。というのは、今政府が進める、留学生30万人を呼び寄せようという計画が今日本政府が行っております。もうね、街中至る所、例えばコンビニエンスストアですとか、ファストフード店だとか、あとは居酒屋さんなんかもそうですね。よく外国人の、もう留学生かなっていう若い方がよく、働かれてますよね。そんな形でどんどん今外国人が、国の政策によって、増えております。それは別に大変結構なことだと思います。というのは、ほとんどの外国人留学生の方が、日本に来て日本語を学びたいと思ってくれて、で、留学しにここまで来てくれてるんですね。嬉しいことですよね。だって、我々が普段何気なく使ってるこの日本語、これを全くゼロからスタートで日本語を覚えたいんだ、将来仕事に役立つ日本語を覚えたいんだって言って、多くの学生さんたちが訪れてきてくれる。これはとても歓迎することです。歓迎できることです。ただですね、その裏で国が、国税、つまりは、税金です。税金を使って国費で外国人の留学生を招き寄せる、その国費、外国人国費留学生制度っていうのがあることを皆様ご存知でしょうか。これはですね、一般留学生ですから私費留学生ですね。私費留学生にも、当然国は当然というか国は援助してるんですけど、それとはまた別の話で、国費丸ごと国費を使って、留学生を、誘致しよう、招致しようという形なんですね。これはですね、どういう、お金が使われているかというと、まず当然ながら学費、日本語学校に行ったりとか大学に通ったりとか、そういったものの学費ですね。学費、それと、往復の航空券はこれは現物支給されております。ですから、往復の航空券をそのままチケットとして、国費留学生たちに献上している。それプラス、なんかよくわからないんですけども、その、一時渡航金でしたっけ。そんな形で、来るときにお小遣いとして2万5000円支払われております。それとですね、まだまだあるんですよ。宿泊費っていうのは滞在費ですよね。これも、国が援助しております。それとまだまだございます。あとは我々が普通に払っている健康保険料ですね。だから、留学生、国費で招かれた留学生たちが病気になったり怪我したりとかしたら、健康保険料払ってなくても、健康保険と同じような額で、面倒を見てもらえる。まだまだあります。それとですね、驚くことに毎月ですね、毎月11万7千円というお給料のようなお小遣い、これがこの国費外国人留学生に支払われております。全く完全無料なんですね。日本に来て日本で学び、
滞在しで帰国するまで、その一定の流れが全て完全無料で行われているのが、この、戦後から始まったもう60年延々と続いている外国人国費留学制度という、制度になります。これ皆さんいかがどう思いますでしょうか。これはですね、もともと始まった、原因きっかけというのはもうその60年といったことでちょっとおさせていただけると思うんですけれども、日本は過去の大戦で大敗しましたね。でそれで、その後海外のさまざまな諸外国とお付き合いしていこう、また、国際交流をしていこうということで始まりました。当然そうですよね。そういうふうに、なる流れ、気持ち、心情、そういうのは分かります。また戦争でもう戦った時代は終わったんだ、また一からやり直そうということで始まりました。ですがこの全額負担で完全おもてなしお招き政策、これ現在の平成の世、今の21世紀といわれる21世紀の今現在のこの世の中に果たして必要でしょうか。先ほど冒頭で申し上げました30万人留学生30万人計画ですね。それがもうすでに国の政策として民間、官民一体となって始まっております。そういう流れがあり、私費で一般留学生がじゃんじゃん日本に入ってきております。その状況で果たしてこの全額負担のおもてなし、この国費留学生が必要なんでしょうか。私にはとても必要とは思いません。日本第一党はこの戦後レジウムの残りカスのような税金の無駄遣い、こういった政策にビシッと声を上げていきます。日本が一番、ジャパンファースト、国税は本来我々日本人に使われるものなんです。さあそして留学生の話、さらにつなげますと、さっき30万人って言いましたよね。30万人、じゃあその全ての留学生、先ほど国費全額負担の国費留学生、それと一般私費留学生と合わせまして、この日本政府がおもてなし留学に使っている、歳出お金、一体いくらだと思いますでしょうか。これは実に現在300億円超、300億円を超える金額がこのおもてなしに支払われております。本来留学っていうのは自国の生徒、地獄で、だから日本人ですね、日本人を海外に学んでこいと、あなたは海外に行って勉強してきなさい、そういった形で背中を押し出す、そういう援助が留学、国がする留学生への援助だったはずなんです。じゃあ果たしてその、もちろんその国が留学生に、日本から海外に行く留学生に対しても援助はしております。先ほどおもてなし、迎え入れるのに300億円って言いました。では送り出すのに一体国はいくら使ってると思いますか。ちなみにキャッチフレーズはですね、もうこれは本当に言葉を出すにもとっても恥ずかしい、僕ちょっと言いたくないんですけれども、今国が自国の生徒を海外に送り出すキャッチフレーズ、飛び出せ留学ジャパン、こんな恥ずかしいキャッチフレーズで、進めてる送り出す側の、我が国が自国の生徒を送り出す側の、予算費用ですね。先ほど迎え入れるのは300億円、半分ぐらい、それともやっぱ同額ぐらいは払ってるかな、日本お金持ちだからな、そんな形で思われてると思います。とんでもないです。なんとこの飛び出せ留学ジャパン、これに使ってる金額はなんとたった19億円です。19億円、宝くじ4本分ですよ。4本もないかもしれないです。
確かに日本から海外に行く留学生っていうのは年々で減っているんですね。というのは日本の公立教育により英語の、学習、英語の授業が非常に今洗練されております。ですからわざわざ留学に行かなくても、まあネイティブな、外国人教師なんかもこういる学校がたくさんありますよね。留学に行かなくても小学校、中学校、高校、もうこの時点で割とみんな話せちゃうんですよね。挨拶程度だったら話せます。だからそういった形でわざわざお金と、あとはまあ危険もありますよね、海外ですから。お金と危険を払ってまで留学に行くというのはもういいんじゃないの。駅前なんか、駅前留学なんかもあります。英会話教室もたくさんありますからね。さて、留学に行く人が減っております。今現在日本から海外に留学している留学生は6万人です。で、これを12万人倍化しようとして始まっているのが先ほどの、もう何回も言うのちょっと恥ずかしいんでこれが最後です。飛び立つ留学ジャパンっていう、そういうね、もう本当にダッサダサのネーミングの、もうね、ちょっと前にうちの弟も、キックオフとかあったんですけど、それと同じようにダッサダサのネーミングなんですけれども、そういうので始まっている留学生問題ですね。本当は、本来は先ほど言ったように日本政府が日本国から留学する、だから自国の学生を送り出すのにどんどん資金を投資する、それだったらまだ分かるんですよ。ですが向こうから招き入れる留学生をどうぞどうぞ我が日本名にお越しくださいませと全額負担して、国費留学生のようにもう旅費から何から全て全額負担して呼び寄せる、こんなシステムは破棄一択だと思うんですよね。外国人留学生、留学生問題、今もう多くの留学生が入ってきております。それともう一つだけですね、この留学生問題で言いたいことがあるんですけれども、全部が全部そうではないです。ですから、全ての方をそういう目で見ないでほしいんですけれども、一定数ですね、一定数偽装留学生が日本に入ってきております。これは事実です。偽装留学生っていうのは何かと言いますと、とっても貧しい最貧国からですね、家の家財を全て売ってさらに借金して、その自分の子供に託す、そして日本に行って、日本に留学してこいと送り出す。留学ビザっていうのは学校に再開すれば日本語学校でも何でも簡単に取れるものですからね。そういった形で学費をなんとか工面して自分の子供を日本に送る、そしてその子は学費を納めて日本語学校には通います。ですがやってることは朝から晩までアルバイトをするんですね。まずこの留学生留学ビザっていうのは週に28時間までしか、就労できません。アルバイトは認められているんですけど週に28時間です。ですが一箇所で28時間、それはカウントできるんですけど、例えば掛け持ち、その留学生が、A と B のお店で共に28時間ずつ働く、これで56時間働いている、これは全くスルーされてしまうんですね。ですから掛け持ちさえしてしまえばこんな28時間縛りなんていうものはもうないも同然なんです。そうやってこの今最低賃金1000円ぐらいあるこの東京で朝から晩まで働いて稼ぎまくる、そして学校に通ったら学校で授業で何やってるかというと寝てるんですね。それはそうです、睡眠時間削って朝から晩まで働いてるんです。そうやって卒業までの間稼いで稼ぎまくって、でそのお金を持って卒業と同時にさようなら、日本語なんか全くそういう方たちは覚えてません、そういうような偽装留学生がとてもというか一定数日本にはいます。そうなんですね。この国分寺市もまだまだ、ちょっと栄えてきてはいますけれども都心に比べたら家賃安いです。特に公営学部なんか3万円台で、ワンルーム借りられるところなんか山ほどあるんですね。
だからこういったところで少しでも家賃を浮かすために、留学、そのさっき言った偽装留学生なんか住みますね。こういうような形で少し危機感を持って、こういう方対応していただきたいと思います。またですね、この偽装留学生もっともっと増えてくると誰が困るかっていうと、さっき言った私費留学生、一般の留学生なんですね。私費留学生っていうのはもう自分家のお父さんお母さんが一生懸命貯めたお金で、よしお前日本語を学びたいんだったら、じゃあこれ出してあげるから、お前日本に行って留学して日本語を学んできなさいって言って送り出してくれてます。そうやって真面目に勉強をして日本語を覚えて、挨拶もできるようになって、会話もできるようになって、でそれプラス、まあ、それだけではやはり日本の物価は高いです。28時間という決められた時間の中アルバイトをして、で生活費を食いつなぐ、そんな形で必死に日本語を覚えてる外国人の方、そういう方がむしろこれは怒るべきなんですね。我々と一緒に声を出して怒るべき。さっきの国費留学生もそうです。なので自分たちだけが彼らだけがその日本政府の恩恵を得て完全無料できているのか、そういう事実があるのをぜひ知っていただき、我々と一緒に声を出して怒るべきだと私は思います。この外国人も留学生問題は今後も継続的に続けていきます。日本第一党がある限りこの声は絶対に続けていきますので、どうぞご賛同いただける方、応援よろしくお願いします。日本第一党、私国分寺党員の大木と申します。よろしくお願いします。さて、留学生問題の話はこんな形で、あともう一つですね、今日話したかったのが靖国神社の問題ですね。問題という言い方は大変英霊たちに失礼だと思います。靖国神社のお話をさせていただきます。私はですね、当然靖国神社よく参拝いたします。ただ冒頭に言いたいのは、靖国神社に行かなければいけない、そんなことは全くないんです。神社の参拝っていうのは日本の文化であり、まあ神道、いわば宗教的なことですよね。ただ私は文化なんで、もう宗教とはちょっと別離してると思うんですけれども、それはまた置いといて、ですから個人の自由で参拝は、だけど日本人だったら靖国に行かなきゃダメだろうとか、そういうような風潮、そういうの私すごい嫌いなんですね。行きたい人が行き、精霊に感謝を捧げたい人が行き、本当にあの空間を清い気持ちで参る、それが参拝だと思うんです。それをですね、総理大臣が変わるたびに公式参拝なのか私的参拝なのかとよくテレビで取り上げられます。まず公式参拝っていうのは確か、誰だっけ、中曽根総理から、もう若い人はわからないと思うんですけど、中曽根総理からですね、元総理でした。その時に、確か中曽根総理が参拝した時に、マスコミの記者が、総理これは公的参拝なんですか私的参拝なんですか、まあ公用車で彼は向かってたんで、そういう形で聞いた。それがこの公式参拝っていうこの4文字ワードの始まりなんですね。私は別に公式だろうが私的だろうが、行きたい人が行けばいいと思うんです。別に自分が総理大臣の肩書きをその主張しても、それは本人の自由、構わないと思います。別にそうそう通じなったら公用車を使おうが、まあ別に私は構わないと思います。そういった政治利用、私はすごくもう本当にヘドが出るほど嫌なんですね。あとあれです、集団参拝だとか、代議士がドロ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 ガン首並べて、一人じゃいけないからみんなで行こうとか、カルガモじゃないんだから、ああやって政治利用する。だからシナ、それとコリアにそういうのを突かれるんですね。お前は行っただろう、お前は行かなかっただろう。
英霊たちはその光景を見てどう感じているでしょうか。彼らは過去の大戦、その前もそうです、日本国、我々の未来の、まだ見ぬ未来、我々のことですね、まだ見ぬ子孫のために戦ってくれたんです。日本を守るため、特に先の大戦ではいいですか、特攻、これはもう皆さんご存知だと思います。特攻を命じられたらもうその人は死ぬしかないんです。頭に日の丸の鉢巻きを巻き、お母さんさよならと言い、死ぬことが分かっていながらゼロ式戦闘機に乗って彼らは懺悔していった。私よりもまだ年半もいかない未成年、18歳、17歳、ザプト兵、多くの若者が日本を守るために散っていきました。そういった英霊たち、英霊たちが眠るのが靖国神社なんですね。246万6千柱、今彼らは九段に眠っております。彼らの中にはあまり知られておりませんけれども、当時日本軍として戦っていた韓国籍の人間、それとは台湾籍、外国人も一緒に合祀されてるんですよ。それだけではなく従軍看護師さん、白衣の天使さんですね、戦勝兵を、看病していた方々、たまたま爆撃に巻き込まれてしまった方々、そういった方々も眠っております。あとは姫ゆり隊祀られております。そうやって先の日本を思い、君が代を歌い、そう言って散っていった英霊たちを侮辱する行為、それが靖国の政治利用、それとシナ、コリアたちが散々誹謗中傷している靖国反対、合祀はやめろ、そういうこと、我々のおじいちゃんおばあちゃん、ひおじいちゃんひおばあちゃん、どう思ってるでしょうか。今ね、あのゆずというアーティストがいます。彼らが最近リリースした歌、靖国の桜という歌があります。とてもいい歌です。そうですね、靖国の桜、もう今散っちゃいましたけれどもね、本当にあのシーズンになると綺麗な桜が満開で、とてもあの美しい空間、もしね気が向いた方は、別に桜のシーズンだけではなくても構わない、ちょっと足が向いたりちょっとまあ行ってみようかなと思った方はぜひ行ってみられるとよろしいと思います。すみません、靖国の話をしましたんで、まず国民皆様がこの知っていただきたい日にちがあるんですね。この靖国と関係しております。2015年12月28日、これが何の日やかご存知な方いるでしょうか。これはですね、保守、日本に日本の文化、歴史、伝統、それらを守る保守、この立場の政党が死んだ日、これが2015年12月28日です。さてこの日には一体何があったかと言いますと、日韓慰安婦合意、この合意を聞いたことある方もうほとんどだと思います。これはですね、コリア、韓国がありもしない捏造、ゴシップ、
フェイクニュース、従軍慰安婦、そんなようなものを持ち上げて日本政府に謝罪しろ、賠償しろ、金払え、責任取れ、土下座しろ、安くにいらない、そんなことを持ち上げて発狂、そして日本政府に突きつけた、そのありもしない従軍慰安婦というそのワードを、こともあろうがその当時保守の立場にいたはずの安倍自民党が認め、日韓慰安婦、従軍慰安婦というその捏造を認めてしまい、その慰安婦と言われる人たちに謝罪し、慰安婦一人一人に確か1000万円でしたっけ、合計額10億円、これの賠償金を払った日本人、我々日本人の祖先、英霊、靖国の大臣が政府に裏切られた日、それが2015年12月28日になります。我々日本第一党はこの嘘、捏造、ゴシップ、フェイクニュース、発狂、この日韓慰安婦合意を白紙撤回、なかったことにして、なんとか不祖の名誉を取り戻そうと頑張っております。いいですか、もう一度整理します。従軍慰安婦というのは韓国から発祥したワードではないんですね。なんと日本の朝日新聞、あの世紀のゴシップ新聞、朝日新聞がこの日本に撒き散らした従軍慰安婦というこの5文字の漢字のワードですね。慰安婦というのは確かに当時存在しました。ごめんなさい、この朝からこの話をさせていただくことに本当に申し訳なくは思いますけれども、続けさせていただきます。慰安婦という存在、これは確かに存在しました。ですがこれは当時ヨーロッパ、アメリカ、どこででも行われていた戦地売春業、それがこの慰安婦という存在なんですね。今では売春というのは違法、日本では違法ですよね。その代わり性風俗産業があるわけです。そのだから性風俗産業の先駆け、それがこの慰安婦業、日本語で言うと娼婦、娼婦っていう言葉ですね。だからお客さんから対価を得て、で体を許す、そういうような業種、これが慰安婦。そしてその戦地売春婦、戦地慰安婦と聞きますけれども、戦地には男性の兵隊さんたくさん戦ってます。ものすごい数の兵隊さんがいる。ですがそこには女性はいません。ほとんどいませんね。看護師さんとかと、を除いてはいませんね。男の人ばっかり、男子校みたいなもんですかね。全部説明しなくてもおさせていただけると思います。そういううちに慰安婦をの組織をが、そのままドッと行きで慰安所を作る、それが戦地慰安婦、売春婦、出張デリヘルみたいなもんです。いらっしゃいませ。それが彼女たちの正体です。商売なんですね。ちゃんと、彼女たちの当時陸軍大将よりも稼いでいた彼女たちの給料明細全部出てますよ。ですからあれはただの商売、強制連行された、拉致された、もう人数もめちゃくちゃなんですけども、彼の国が言ってることは人数もめちゃくちゃです。20万人、どうやれば20万人の女性を集められるんだか、私にはもうそのやり方を
一から全部説明してほしいんですけれども、20万人が強制連行されて性奴隷にされた。逆らうと電気のコードをつなげてビリビリビリってしびれさせた。その電気のコードっていうのは電話線っていうんですから、もう笑い話ですよね。そんなような嘘捏造を安倍自民党は認めてしまった。この時点でこの我が国日本には保守という立場がなくなってしまったんですね。立ち位置スタンスの政党がなくなりました。話整理してちょっと政党、今ある政党を思い浮かべてみます。自民党、それと民進党が今度は民民党になったんでしたっけ、国民民主党でしたっけ、民主党で、あとは維新の会、立憲民主党、共産党、あとは社民党とかありますね。あ、自由党もあります、ね、これだけ政党がある中で保守、日本の歴史文化国体を保ち守るという立場の政党がいないんですよ。こんなにあるんですけどね。ですが国民っていうのはどうしてもその中心点というのを、あ、国民というか人間というのは中心点というのをどうしても見たがります。なんとなく並んだ政党の中からどれが真ん中かな、どっちが左寄りかな、右側かなという形で、それで中心点を見つけようとするとなんとなく自民党が右側に見えるかな、そんな程度の政党なんですよ。で、共産党、すみません、私自民党以外をあんまり強く批判はしたくないんです。というのは眼中にあまりないからだけどちょっと共産党なんですけども、これ先日気づいたんです。先日ある会話で気づいたんです。結構皆さん勘違いしてる人が多くて、我々の党名日本第一党ですよね。彼ら共産党は日本共産党、この違いわかるでしょうか。共産党っていうのはコミンテルンの、日本支部みたいな感じの立ち位置から始まってるんですね。ですからその左ばっかりの政党の中でも共産党っていうのはもう本当に異色の政党です。ですから極左というふうな、そういう表現すらもう私は生ぬるいと思います。あれはもはや日本の政党ではない、共産国、共和国の日本支部、そのような立ち位置だと思ってください。ただね、立憲民主党、これこそがまさに極左ですよね。もともと民進党から分裂してった、民進党の左側の人間が分裂してったわけですから、まあ極左ですよね。で、まあ、民進党が、左翼で、自民党ですね、自民党は中道左派。これはですね、自民党の中にももちろん我々日本第一党が掲げるもの、それと付随してる議員さんたくさんいるのは知ってます。ですから保守側の議員さんがたくさんいるのは知ってます。ですが自民党員、議員、代議士さん、圧倒的な分母いますよね。その圧倒的な分母によってそういう保守的な議員もググッと全部左に引き寄せられている。それが中道左派と言われる自民党の立ち位置なんですね。保守は今の話で、分かりいただけると思います。保守はもう私たち日本第一党しか残ってないんですね。日本第一党がこの日本に残された最後の保守政党、保守とはつまり保ち守る政党、日本の文化、さっき冒頭で言った
参拝、文化、培ってきた歴史、父祖の名誉、靖国の名、靖国の英霊たち、これを守る、守るための、父祖の名誉を守るためのもの、それと、先日、昭和の日ございました。皆さん、日の丸飾りましたでしょうか？掲揚しましたでしょうか？今、日本の愛すべき国旗、日照旗、日の丸、これが当たり前のように掲げられなくなっている。これもグローバル化が進んで、今日本がどん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 左傾化している、これの一角なんですね。ですから我々保守、日照旗、日の丸を掲揚することを、いってらっしゃいませ、すること、それと国家君が代、今音楽の教科書の一番後ろのページに押しやられてしまっております。世界一短い歌詞ですが、世界一長い歴史を持つ歌詞、この国家君が代を堂々と歌える政党がいないんですよ。いないんです。こうやって保守が、保守の光が消える、消えようとしているところ、我々日本第一党は昨年生まれました。日韓慰安婦合意、こんなものを結んだ自民党は保守じゃない。もう保守はいなくなってしまう。なら弱小ではありますが、我々の政党がその右側の位置をぐっと握りしめて立たねばならない、そう感じて多くの党員が賛同してくれました。日本第一党、党員募集しております。党費は1万円、安くはないとは思います。ですが、もっと力が欲しいんです。仲間が欲しい。日本が好きな方、国体を守りたい、日本の歴史、文化守りたい、日の丸を掲げたい、君が代を歌い紡ぎたい、そう思われている方、ぜひご賛同いただければ幸いでございます。またこれからも声が雲行きでこんな形でお話をさせていただこうと思います。また挨拶も必ず伺います。保守の日を越さない、最後の日本最後の残された保守政党、日本第一党、昨年生まれたばかりの政党です。どうか名前だけでも覚えていってください。よろしくお願いします。スマホ、パソコンで、例えば YouTube なんかの動画を検索してみていただければ幸いです。動画検索では桜井誠、このワードで検索してください。都知事選に出馬した時の桜井誠党首、目の覚めるような演説がたくさん残っております。あとは前回の都議選でくしくも敗れてしまいましたが、東京本部本部長岡村幹夫、演説残っております。とても優しい演説です。ぜひ機会があれば、お時間があれば動画で日本第一と検索していただき、ちょっとだけ見てみてください。どうぞよろしくお願いします。それでは朝から大きな音で申し訳ございませんでした。小学部駅周辺の皆様、おはようございます。どうぞこれからもよろしくお願いします。日本第一と国分寺市在住党員大木でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。いらっしゃいませ。日本第一党、国分寺市在住党員と申します。いらっしゃいませ。リーフレットをお配りしてもらいますからね。
手に取ってご覧になってください。いらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。これでいい。お疲れ様でした。はい、おはようございます。日本大都、まあ、あんまり、おはようございます。こちらは日本代表でございます。そうだね、今度は持ってみよう。日本第一党、日本を、第一主義、日本人のための政策、を行っております。かけております。あ、まだ来てないですか。あ、そうです、はい。あ、ツイキャスご覧の皆様もどうもいつもありがとうございます。今日はですね、なんとももさんとゴミさんが応援に来てくれました。すごく心強いです。もうすいません、トップ2をお借りして、もう申し訳ございません。またツイキャス流しますからね、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ切ります。